エビゾ恋人報道にひどい。歌舞伎俳優の市川エビゾが10月31日、ブログを更新し、一部週刊誌に報じられた、新恋人について、私は、私に彼女がいるらしいことを、週刊誌。を通して知りました、と真っ向否定。そんな気持ちになれないよ、ひどいと思いました、と正直な気持ちを綴った。ブログのタイトルには、 新恋人を報じた週刊誌の名前を知るし、私に彼女。いるんだ、知らなかった、と寝耳に水のコメントを綴り、私は私に、彼女がいるらしいことを、週刊誌を通して知りました。海老蔵に彼女いるらしい、と、恋人報道を一言のように綴った。だが、最愛の妻、真央さんを亡くしてわずか4ヶ月。そんな気持ちになれないよ。 ひどいと思いました、と怒りと悲しみをにじませるコメントも。最後にとりあえず笑っとこ、と気丈な言葉も綴ったが、ブログ読者からも信じているのは週刊誌ではなくエビゾウさんの言葉、エビゾウさんのこと、みんなわかってますから。マオさんも呆れてるでしょうね。元気出してくださいね、など、投稿約45分で100件を超える励ましの声が寄せられていた。